韓国道路公社ハイパスは、大韓民国継承北道、金泉市を本拠地とする女子バレーボールチーム、1970年創設、1970年に創設された。2010年に本拠地を韓国道路公社の本社がある、城南市に移転した。これに伴い、チーム名に城南を冠することとし、城南韓国道路公社、ハイパスジェニスへ解消。 2014から15シーズンでは、ジェニスを外した、城南韓国道路公社ハイパスの名称を使用した。2015年5月21日、韓国道路公社の金泉市への移動に、伴いチームも本拠地を金泉市とすることになった。連合ニュース。ネイバー。2015年5月25日閲覧。城南韓国道路公社ハイパス。 2014年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年5月25日閲覧ほぼ韓国バレーボール連盟2015年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年5月25日閲覧連合ニュース2015年5月25日閲覧ありがとうございます